そして第2話は、みんなで最高の一皿を作ろう。ああ王じゃねえよ。ついに夢に向かって動き出した尾花たち。しかし、高級フレンチの店を開くなら有名な料理人の名前が欲しいって。目処が立たない回転資金。さらに、僕はやらないよ。パリでトップ狙ってた料理人が今じゃお荷物ですか。尾花は必ず星を狙ってきます。俺より上の三つ星を。ライバル店の妨害。融資はできません。そんなシェフのお店に誰が来たいと思いますか。あの頃は鬼軍曹のリクエストに応えるのに必死で。答えられなかったろ。明らかになるパリでの確執。俺が運んだ料理を食べた瞬間、お客様の人生が変わる。そんな光景を見られるんじゃないかって思ったんだ。料理には何の興味もありません。信用するのは数字だけです。用意スタート。信念をかけた料理対決。やっと最後のチャンス。三つ星の夢に向け前に進むことができるのか。グランメゾン東京、27日日曜夜9時。この一皿にはそれだけの価値があるんです。